バイナリーオプションスペシャリストの社の本間陽先生です。またハンマケの本家の君が要は岩尾となりての岩尾という名前の本物の貴族の販売屋先生です。父も実際の岩尾という名前を書いておりまして、それで日本国で歌っておりますけれども、日本国は味方で、作って歌っているわけではございません。本物の貴族なので注意しろということを敵としてね、国に歌っております。でですね、私がね、投資市場で、確実に、勝てるような状態になりますと、人間よりが強い、私の時の宇宙生物が人間を動かしてですね、口座を停止してきます。で、私の敵というのは人間よりか強く頭のいい生物でございましてね、人間は簡単に動かすんですよ。私の 敵のね、生物は強くてですね、だから人間よりか強い兵隊じゃないとやられてしまうんですけども、いつもね。で、人間は無能ですね。人間の近くにいると敵になったり、左右もひどくなって、危なくなります。で、なんせ宇宙生物、私の敵の宇宙生物は人間よりか強いんで、それに対抗して生きてるわけですね。ですから、地球でね、投資で稼ぎやすい方法を見つけても気をつけないと、全部私が投資するというか、全部閉鎖してきます。妨害でね、宇宙生物がね、人間をコントロールできますから、人間よりか強いですからね。だからそれに対抗して自分だけですね、私の民営化ですから、天皇とかイギリス、エリザベス女というのは事故じゃないですからね。私の場合は事故、民営ですから、自分で食ってるわけですね。で、そういう関係で、本物の貴族ですけどね、私はね。で、人間とは味方ではないんですね、私はね。敵関係みたいなのも違う、上の生物ということは全く、味方関係じゃないんですね。人間の方は敵という関係で、来ておりますけどね。違う生物だからね。ということですね。もともとは地球と太陽は生まれる前から存在している生物です。地球では一番古いですけどね。で、人間にか強い宇宙生物がね、私に対抗するために人間を動かします。人間よりか強い知能の高い生物がね、コントロールしますから。だからそれにいつも注意しないといけないんですけれども、何仕事に対しても、そうですね、人間よりが強い生物と、ね、対等なもんですからね、もう人間関係なくね、人間は全く意味なくて危ないですね。左右左右敵になったり処置しますから、強い生物で簡単に動いてしまいますからね。だから安全にいないといけないんですよ。地球は人間ばっかりしかいませんからね。なぜ人間無能だから、
大変なんですけどね、まあ、人間には力貸しませんけど、あ、それはできませんけどね、 山ほど人間よりか強い宇宙生物いますからね、それは何もできませんけど、ね、で、それが私一人でやってますからね、団体じゃないですから、団体でつなぐことはもうほとんど必要なくなっちゃってますから、まあ問題はね、仕事の大きな妨害は人間よりか強い宇宙生物から妨害が来るわけですね。で、人間を弱して人間が妨害するわけです。ね。それがよく知っていただきたい。で、人間と私の関係では、人間から見れば私に対しては敵です、完全に。妨害されなくてもね。上の生物であるということですね。私から見て人間は、敵という感じではなくて、下の知能の生物で危ないという、とても危ないということだけですね。人間からは敵という動きになります、ね、完全なる敵であると、もう人間という、私と人間というの関係は全く法律も関係ないし、こっちに攻撃してきてきた犯人殺人しても捕まえません。人間の方はね、人間の法律と違いますからね、また私は上の生物なので人間と違いますでしょ、同じ法律じゃないんですね。だから力かけてなければ野蛮なんで人間